はい、こんにちは。まいチャンネル、まいはるでーす。今日はこちらですね。うん。メガライトフィギュア、仮面ライダードライブ、タイプ、スピードでーす。はい、こちらですね。なんと、この目がね、発光するんだって。うん。面白そうなフィギュアが出たね。うん。体温電池3本で目が発光するみたい。こんな感じで発光するんだね。うん。そして、全身5箇所が稼働するみたい。ドライブといったらテレビのあのオープニングでも目が光ってね、なかなかかっこいいからね、これ楽しみですね。それでは開けていきましょうか。ほい、よいしょ。おい、こちらがメガライト仮面ライダードライブタイプスピードですね。なかなかかっこいいね。かっこいい。素晴らしく再現されてると思いますよ。ねえ、塗装もしっかりされてるしね。ちょっと下の方に行くとベルトがタイプスピードになってるね、ちゃんとね。そしてこの腰部分にホルダーにちゃんと他のシェフとか入ってるね。ミッドナイトシャドウマックスではファンチファイ。そうだね。でここの塗装はされてないかな。うん、でタイヤは残念ながら動きませんね。で5箇所が動くんで、で首がこれくらい横に曲がる。ちょっとしか動かないね。うん、で手がグイッと一回。手も反対側、この両手が上に上げられるだけ、肘は曲がらないね。うん、そして足なんだけど、なんとこの足首だね、ここが曲がる。うん、ここがちょっと残念かな。ここは曲がってもあんましょうがないんだけどね。はい、お顔こんな感じですね。よくできてるよね。かっこいい。かっこいいんだよ。びっくりした。この目が光るんだよ。そうだね。どうなるのか楽しみ。じゃあちょっと電池入れて光らせてみましょうか。うん、ここだね。うん、この部分で電池入れる。あ、背中が全部剥がれる。背中剥がれんだ。はい、それでは電源をオンにしてみてください。はい。おー、ドライブタイプスピードだね。うん、って感じで。これかっこいい。かっこいいじゃん。でもちょっと分かりにくいな。うん、部屋の電気をちょっと消してみましょうか。はい。照明を落とすだけでずいぶんかっこよくなったよ。そうだね。うん、じゃあちょっと部屋の明かりを消してみてもらえますか。はい。おお、あー、なんかこうなると悪魔みたい。あ、スパイダーマンみたい。うん、あ、でもよく光ってんね。もうかっこいい。へえ、なるほどね。うん、いいじゃん。うん、そのまま。ああ、いいじゃん。じゃあ明るくします。はい。でもギミック的にはこれだけなんだよね。うん、目が光って稼働するだけ。そう。あとはもう戦って遊ぶしかないね。うん、ロイ・ミュードは俺が倒さなきゃいけないんだ。分かった、ゴー。そこまで言うなら俺も加勢するぞ。しんのすけ、ドリームベガスに新しい機能が加わった。それを使うんだ。よし、わかった。久しぶりにやるか。よし、久しぶりだな、これ。気持ち悪いけどやるか。カチーン、揃ったぞ。これでどうなる。マジかよ、新兄さん。ドライブ、はい、メガライト。ちょっと待ってくれよ、新兄さん。これはすごすぎじゃねえのか。あれ、ちょっと様子がおかしくねえか、これ。まずいんじゃないの。とてもじゃないが、あんな巨大なものとは戦えない。よし、俺たちが相手だ。うっつ、してくれ、バイソンキング。はい、ということで今回はメガライトフィギュア仮面ライダードライブタイプスピードでした。